次は早口言葉チャレンジです今から言う早口言葉の真似をしてみてくださいねそれでは本橋さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますではまずゆっくり言いますね、えー、寅先生一緒についてきてくださいはい、はい、まず一つ目です赤パジャマ青パジャマキパジャマ赤パジャマ青パジャマキパジャマいいですね次いきますよ 庭には、庭鶏がいる。庭には、庭鶏がいる。ああ、上手です。では、最後、ちょっと難しいですよ。坊主が屏風に、上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に、上手に、上あすみません。<laughs> <laughs> 早口言葉は難しいんですね。<か> <laughs> じゃ、あもう一回言ってみましょう。はい、坊主が屏風に、上手に坊主の絵を描いた。 坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたほら練習をするとちゃんと二回目には言えるようになりますよねお上手ですではテレビの前のみんなも一緒に挑戦をしてくださいね私の後についてきてくださいゆっくりでいいですからねではまず一つ目ですよ赤パジャマ青パジャマキパジャマ赤パジャマ青パジャマキパジャマうん がががいいいいいるるははい、最後は難しいですよ坊坊主主にに上手に坊主の絵を描いたあ初めての割にはお上手ですね。 で最初はゆっくりうまく言えたらスピードを上げていきましょうね。では虎先生お上手なんで少しスピードを上げてやってみましょう。はい。私の後についてきてくださいね。はい。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。はい。坊主が描筆坊主すみません。はい。<laughs> お見事です <laughs>、えー。これがうまく言えるようになったら完璧ですからね。ありがとうございました。皆さんも挑戦してください。はい。元橋さんありがとうございました。ありがとうございました。 では次のコーナー、野原歌クイズです皆さんも知ってるかと思いますがこの野原歌は野原にいるたくさんの生き物たちが作った詩になっています今日はどんな生き物が出てくるのかなと想像してみてくださいでは今日の詩はこちらですじゃんさあじゃあ今日も一緒に読んでみますよゆっくり行きます 三、はい。俺はほにゃららら。ほにゃららら、龍二、とんとん。おお、夏だぜ。俺は元気だぜ。あまり、近寄るな。俺の、心も、頭も。ドキドキするほど。 光ってるぜ。オッケーさん、はい。おお、暑いぜ。俺は頑張るぜ。燃える火を浴びて、カを振りかざす姿、ワクワクするほど決まってるぜ。いいねそのポーズ。さてさて。 今日はどんなことに気づいたかなさあ発表してみたい人はいオッケーのぞみさんはい。ダゼがたくさんあるのでなんかこう <laughs> 強い強いぞ、うん っていう、いね。感じがしました。そうね。風がいっぱいありますね。そっか、じゃ、あ強い生き物なのかな。うん、強い生き物。うん、はい。はい、さとしさん。強そうな生き物で。うん、鎌を振りかざす姿って書いてあるから。書いてあるね。これ、もしかして。もしかして。カマキリじゃないの。そのポーズいいね。カマキリ。 さ、はあ、どうかな？答えを見てみましょうね。うん、答えはじゃん。<laughs> 大正解<ー>カマキリでした。なるほどね。よく気づきましたね。答えはカマキリでした。テレビの皆さんはどうでしたか？またチャレンジしてみてくださいね。これで野原歌クイズを終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。 それでは、今日の学習に入りましょうね。今日のテーマはね、こちらです。じゃじゃーん。読めますか。はい。はい。オノマトペがいっぱいです。今日は。自分の目や。耳なんかもよく使っていくからね。さあ、準備はオッケーかな。はい。はい準備オッケー。今日はね、先生、実は秘密の袋を持ってきました。おお、なんだろう。チャ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 。さがさがさ じゃんリリンリリンいいねリリン今真似したねのぞみさんねなんて真似したのリリンあリリンって真似したのねいい音に聞こえてますねうん僕はカララランって聞こえたんだけどなるほどねあカララランにも聞こえますねうんどっちもオッケーだよ 聞こえ方がねあの人によって違うっていうのは素敵なことだよね、うん、えーとね二つ目もあるんだけどいいかな、うん、これは不思議な道具だよ、うん、せーのじゃーン見たことない <laughs> <ー><ー>どんなこれな楽器なんです、うん、えいえー<わ> <laughs> 変な音ね。あー。僕は。聞こえる。表情までつけて、聡くんバッチリです。私はですね。聞こえます。もうそういう顔まで表現してて素晴らしい。体で表現してますね。なるほどね。カーって聞こえたり、こう震えてる音も聞こえてるんだね。面白いですね。さあ。 もう一つ準備をしてるんだけど。よ、うん、いしょー。<だ>じゃーんあ<ー>。また、真っ白気持ちよさそう。<ー>ふわふわしてそう、うん。あ、いいね。今なんて言ったの。うん、ふわふわ。ふわ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 してるね。みんなはどんな風に感じるかな。うん、うん、柔らかい。柔らかい。 そうね。うん、そうね。うん、もこもこしてて、なんか気持ちよさそう。うん、そうね。もこもこして、気持ちよさそうだ、ね。うん。くむみたいな、うん、ね。うん、さあ、テレビの前の皆さんは。どんな音に聞こえたり、どんな風な感じ方をしたかな。やってみるよ。じゃあ。こちらの楽器から。よく聞いていてくださいね。いくよ。 どんな音に聞こえたかな表現してみてくださいね次はこの面白楽器ですねあ面白い音に表現していますねじゃあ最後のこれはどんな風に感じるかなもし触ったとしたらそうね みんな気持ちよさそうな言葉を集めてますねそれでは今日の大切に移ります今日皆さんがいろんな音や物を見たり聞いたりして表してくれた言葉はオノマトペと言います読んでみてさんはい。オノマトペ音や様子はオノマトペにすると とっても面白いよっていうことを一緒に勉強しましたうん、うん、でもね特別な言葉じゃないんだよ、うん、みんなの生活の中にたくさんオノマトペはあります例えば犬の鳴き声って言ったらワン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 ,ワンこれもオノマトペだねうん、うん、じゃあ猫の鳴き声って言ったら にゃーにゃー、これもオノマトペですよね。いっぱいオノマトペがね、溢れてます。でもね、鳴き声とかじゃないもの、あの、他のものもあるんですよ。ちょっと見せ、うん、見てくださいね。二つ先生が文を作ってきたんだけど。一緒に読んでもらっていいですか。はい。三、はい、はい。先生が扉を。 パターンと閉じた。じたありがとうございます。もう一つは三。はい。先生が扉をパタンと閉じた,閉じた、うん。似てるけど、読んでみて何か気づいたことはあるかな？あのパ、ーうん、ターンの方は霊子先生が怒った時の。 扉の閉め方だなと思いましたああ、ね、<laughs> 先生が怒った時にバタンって閉めたような感じがするんだね <laughs> そうか他に気づいたことはありますか、うん、はいはいサトさんパタンと閉じたの方は優しく丁寧に閉めた感じがしますはい、優しく丁寧に閉めるとパタンって聞こえるんだね、うん、なるほどちょっと書いときますねはいありがとう さあ今日はたっくさん言葉を集めましたが集めた言葉オノマトペを今から皆さんに書いてもらいたいと思います手元に書くものは準備していますかはい。テレビの前の皆さんも準備してくださいねでは一つ二つでいいので今日勉強した言葉を書いてみましょう 性がいいですね。<laughs> はい。じゃあ,あと5秒ね。5、4、3、2、1。じゃ先生の方に見せてください。はい、あ、リリーンとふわふわありがとうございます。あとさバリバリと。 どんどんどこで出てきたかな。出てきてない。面白いねでもね面白いですね。ありがとうございます。じゃあそうね先生があのお見せした順番にちょっとね発表してみたものを並べてみたいと思います。最初はこういう音だったかな。読んでみて。リリそうだね。二つ目は。カ。そうね。ちょっと表現しにくいですね。そしてお見せしたふわふわ。 そうね。うん、さ何か気づいたことはあるかな。はい、あ、すごいね、のぞみさん、どうぞ。カタカナのものと、うん、ひらがなのものがあるなと思います。本当だね、オノマトペって、カタカナで表したり、ひらがなで表したりするんだね。うんうん、他に気づいたことあります?はい。お、さとしさん、どうぞ、えー。ひらがなのふわふわは。うん、柔らかい感じがします。ああ。 やっぱり様子を表すから柔らかい感じがねするんだねあ、でも、うん、あのカタカナのふわふわの方は、うん、なんか軽くて浮かびそうな浮かんでいきそうな感じがすると思います、うん、深いねいろんなことを想像したんだね、うん、そして最後に勉強したのをねみんな点々がついたり丸がついたりしても感じ方が変わるっていうことですねうん うん、わオノマトペで今日はね、たくさん勉強ができたと思いますさ、テレビの前の皆さんも身の回りにあるオノマトペをたっくさん集めてそしてぜひ声に出して言ってみてくださいもし集めたものはノートなんかに貯めてまた先生に教えてほしいなと思いますでは今日の学習はここまでになりますそれでは皆さんまた一緒に勉強しましょうね